片付かないです夕寝床にして、血の流れが悪い姿勢のまま錆びていく。言えない不安を袋にまとめる。今月の燃えないゴミの日っていつだっけ。踏み間もない部屋に帰る以外に限られた時間の使い道は何だろう。待ち人を待って頼んだカフェラテ、砂糖入りの泥水と同様散らばる小切手、雨も相まってやる気もないけど、彼らの手を逃れるため、あくまで押し黙る臆病者、靴の先を濡らして走る感動、味が抜けて I'm gonna